ちら、御殿山入り口と書かれてますね。こちらの道を進むことでおそらく御殿山神社という心霊スポットに行けるのだと思われます。めっちゃ山の中やな。ちょっとある程度行ってね、これはちょっとまずいなとなったら引き返さないといけないかなと思うので、ですけど一応その方向に向かっては進めているようなので、なんか建物があるな。これは違うよね。当然これは神社ではない。あれは神社ではない。だいぶ こりゃダメっぽいっすね。ダメですなこれは。もうさすがにこれ以上は無理だわ。はい、そんなわけで、御殿山神社向かおうと思ったんですけども、全然見つけられる気配がないです。昼間に来てもこれ無理だろうな。こうやって上から見ても何もないもんな。右側には別の施設だしな。上から見てもなんもないかな。何回目は別のせいですか。はい、そんなわけで御殿山神社という場所に、おとといの夜来たんですけども、ここじゃねえだろうと思ってた場所がどうやらそれらしいということで、今から向かいたいと思います。この御殿山登山道、御殿山入り口っていう石碑からね、アスファルトの道じゃなくて砂利道の方に、ね、登っていく感じになります。この先の左手側に建物が出てくるんですけども、一昨日来た時はそれがその御殿山神社とは思ってなかったんですけど、どうやらそのようだというお話がありました。あ、こっちありました建物が。この辺がどうやら御殿山神社の建物だったということで、
まあ、パッと見ね、神社関係のもんや何も見えないんでね、そうは思えなかったんですけども、これが一応そうだということですね。なんかブルーシートとかね、ありました。そう、管理人詰め所だったんですよね、これが。はい、こちら管理人詰め所で、ここは鍵が閉まってますね。ここか。はい、やってまいりました。こちら御殿山神社になります。もうね、ほとんど管理されてないということで、かなり荒れていると。一応廃神社ではないんですけども、もう廃神社みたいになっちゃってるということだそうですね。そのために、まあ、心霊現象の噂がささやかれているということだそうです。夜中に来たら、ラップ音が聞こえたり、後ろから誰かついてきているような音がするっていうことなんですけど、まあ今、朝なんでね、何も起きないかなと思います。あとですね、御殿山はかつて採石場として利用されていたけども、もともとこの山は霊山なので、午後3時以降は登らない方がいいと言われているそうですね。まあ、神社とかと一緒ですね。あとね、ここ、まあ、平和区という言葉からわかるように、平和の滝がね、そばにあったりするんですよね。そういう関係もあって、心霊スポット的なね、扱いは結構されるのかなと思います。はい。ああ、馬頭観世音とはね、めちゃめちゃ石仏が並んでますね。これ夜中来てこれ見たら、うわーってなったろうな。三階万礼の、正面三階万礼と書かれてますね。これは馬頭観世音菩薩。もう石仏がいくつも並んでおりますけれども、馬頭碑をここに、酒井さんという方が安置したと書かれてますけど、中はもう見れそうにないですね。板打ち付けられてて、釘で固定されてるので。はい、でこの先が本殿なんでしょうけど、本殿も完全に封印されちゃってる感じですね。ここはもう人来てないんだろうな。もうお社自体が割とプレハブなんで、その神社的な雰囲気とかあんまない上に、もう中見えないようにこうやって板打ち付けられちゃってるんで、そことかもうね、多分祠なんですけど、ブルーシート被せて、で剥がれないように紐で縛って、しかもそれが風とかではためかないようにブロック出て、すごいガッチリ止めてますね。そこの建物になんかが書いてますね。ちょっとあれ見てみましょうか。地蔵堂の由来というふうに書かれております。でそれをね、書いた人の名前が黒く塗りつぶされているというね。これね、本当にここをもう神社として扱いたくないみたいな、その執念的なものまで感じるレベルで、がっつりと全部封じられてますね。で、そちらに、これもね、封印されちゃってるんですけども、開祖井上弥一郎王と書かれた、祀ってる祠なんですかね、これ。それとも横のこの立ってる板だけがそうなのか。これね、なんか頭のない、人形が落ちてますね。これ夜見てたら、わーって感じでしょうね。
この辺とかも建物がねあったりするんですけども、なんか鳥居が立てかけてありますよ、君。いや、家に。なんだこれ。うわぁ、なんか神社のお名前を書かれた日、なんか結構立派な木材が打ち捨てられてます。はい、そんなね、これで御殿山神社、おとといの夜はね、道からこの側面の、そうですね、それこそこのトイレとあの管理人詰め所ぐらいしか見えなかったんで、あの奥とかね全く見えなかったんで、ああなんかそういう建物かと思って通り過ぎて、まあ、こう登って行っちゃってたんですけど、まあ気づかんよねこれはね。はい、そんなわけで御殿山神社昼間にやってきました。こういう場所でございます。